皆さん、こんにちは。情熱チャンネルのポッドキャストです。今日はミャンマーのバガンについてお話しします。バガンはミャンマーの中部に位置する世界的に有名な観光地であり、仏教文化の中心地でもあります。今回はバガンの歴史や文化、観光スポットについて紹介していきます。まずバガンの歴史についてお話ししましょう。バガンは11世紀から13世紀にかけてパガン王朝の首都として栄えました。当時の王朝は仏教が国教とされ、多くの寺院や仏塔が建造されました。その結果、現在バガンには約2000もの仏塔や寺院が残っており、その多くが国の保護のもとに観光地として開放されています。次にバガンの文化についてお話ししましょう。バガンは仏教文化の中心地であり、多くの僧侶が修行しています。またバガンでは毎年マヌハパゴダ祭りというお祭りが開催され、多くの人々が訪れます。このお祭りはバガンの仏塔や寺院を飾り、仏教行事が行われるとともに、野外市場や伝統芸能の披露などがあります。最後にバガンの観光スポットについてお話ししましょう。バガンには多くの仏塔や寺院がありますが、中でも有名なのはアンダワティ寺院、ダマヤンギー寺院、そしてアネインダウマ寺院です。これらの寺院はバガンの観光スポットとして人気があり、多くの観光客が訪れます。またバガンではバルーンでの上空観光が人気であり、独特の景色を楽しむことができます。以上、ミャンマーのバガンについての紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。